こんにちは、東北ずんこです。こんにちは、東北キリタンです。はい、そういうわけで、今回から二人ともボイスピークに変わったわけですが。はい、姉様は違和感少ないですかね。キリタンはちょっと成長したのかな。はい、11歳のレディーになりまして。そう、じゃあそういう感じでね。いや、今のは冗談というか。やっていきましょうかね。姉様、突っ込んでほしいというか。はい、今回はこちらのザ・テナントというゲームをやっていきます。はい、それでどういうゲームなんでしょうか。簡単に言うと不動産屋さんになるゲームですね。なるほど。ちょっと地味な感じかもしれませんが、結構面白いのでね、やっていきましょう。はい、それではやっていくんですが、最初なのでまだ物件とか持っていません。なるほど、まあ最初ですしね。建物にマークがついていますね。いずれこの家を全部手に入れるのが目標かな。ふむふむ。ちゃんと車とか走ってて、人々が生活しているようですね。そうですね、私たちに支配されるとも知らずに。あらあら、えへへ。でも、なんというか、少しこう汚い街ですね。はっきり言っちゃった。このマップはスラム街なのでこんな感じなんです。ああ、そういうことですか。公園とかあって綺麗なはずですが。え、水の中になんかゴミとか捨ててあるんですね。なるほど。これ、車ですか？やりたい放題ですね。私たちがこの街をきれいにしてあげましょう。そうですね。さてと、まだ物件がないし、買うお金もないので、まずはリフォーム業で資金稼ぎです。なるほど。あ、知らないおじさんが掃除してますね。この人は一応プレイヤーのおじさんのようです。まあいろいろ教えてくれたり、なんか掃除してくれる人ですね。結構おじいさんだけど、いいのかな？リフォームの前に掃除が必要なのでね。なるほど。掃除が終わったらリフォームです。右に必要なものが表示されてるので、それを用意して。結構項目がありますね。クライアントの要望なのでね、この辺は仕方ありません。なるほど。配置する場所はこちらの自由に決められるので。え、こんな場所に冷蔵庫。せっかくなので住みにくい家にしてあげましょう。何のために。適当に仕上げたいところですが。なんか赤いマーク出てますね。家具が邪魔でたどり着けないというマークですね。なるほど、やはりちゃんと配置しないとダメなんですね。贅沢ですね、仕方ない。ちゃんと動けるように配置して。お、あとはテレビですか。場所がないので仕方なくこの辺で。場所はともかく向きが。オッケー、いい感じの家ができました。あとはこれを提出してクライアントの評価を待ちます。大丈夫かな。提出できる時点で報酬は問題ありません。そうなんですか。星4つ、かなり満足してくれたようです。おお、この評価が高くなると報酬の高い依頼が来やすくなるとかですね。なるほど。まずはこうしてリフォーム業で資金を稼いで、その資金で物件を購入して不動産屋をやる流れなんですが。ふむふむ。なんかチュートリアル的に一つ物件もらったようなので、早速改築して売り出すとしましょう。おお、いよいよ本格的に開業ですね。そうですね。今回は右の項目少ないのかな。最低限必要なもの以外は自由なようですね。内装次第で評価が変わってくるので、しっかりやりたいところですが。ふむふむ。まだ使える家具の種類も少ないのでね、最初は適当です。うーむ、そういうことなら仕方ないですね。とりあえず浴室と寝室で分けないといけないようなので、壁を作って2つに分けてあげましょう。お、そういうこともできるんですね。まあせっかくなので全部ドアにして開放的にしてあげましょうね。トイレとかですよね。これはちょっと。大丈夫大丈夫、私が住むわけじゃないし。あ、はい。あとはなんかソファーとか置いたり。こんな真ん中に。冷蔵庫もサービスしてあげましょう。家具とかもこっちで用意するんですね。で、そんな場所？お風呂は必要ですね。置いてあげましょう。おお、あ、でもなんかマークが。たどり着けない的な警告かな。まあ黄色なのでギリギリセーフです。それならいいですが。あとはトイレットペーパーとか。そんな高い場所に。流し台は変な場所に置けないか。チェー、まあこのくらいでいいかな。さっぱりしてますね。まあいろいろ置けそうではありますが。ああ、入居者は家具置いたりしませんよ。ええ、家具込みでの家を提供するお仕事なので。それはそれでは入居者を募集するとしましょう。はい。あ、早速希望者が来たようです。お、内装を見て気に入ったら値段交渉です。
あ、そういう感じなんですね。それでは交渉開始。ここに利益が表示されてるので、最低でも黒字になるように値段設定します。まあそれはそうですよね。最初なので強気に最大で。お、いけるかな。相手は安い値段を提示してますね。ふむ。一応オレンジのバー範囲であれば黒字ですが、できるだけ高くしたいですね。ですね。二度目の提案、相手も少し折れて値段を上げてきました。お、いい感じですね。最大で突っ張ね続ければ徐々に上がっていきそう。いいですね。あ、これ以上は無理か。4回くらいで終わるようですね。これが最終的な値段ですか。一応ある程度の利益はあるようですし、これで決めちゃいましょう。おお、決まりましたか。満足そうにしてますね。ご飯食べてるんでしょうかね。あとは寝るか、お風呂に入るか、くらいしかやれることないですしね。うん、ちょっとかわいそうですが、あれ、消えた。仕事に行った感じですかね。家賃払うためにしっかり頑張ってきてもらいましょう。おはい、こちらが現在の収支です。家賃収入と必要な経費が表示されてますが、今のところ黒字ですね。お、いい感じですね。これで今後は何もしなくても収入が入りますね。そうですね、ふふ。なんて、その考えは甘いですよ、キリタン。え、急に何ですか。大家さんになった後もいろいろと問題が起きるんです。これは一体ゴキブリが発生しちゃってますね。ええ、嫌すぎる。仕方ないのでおじさんを派遣して退治してもらいます。ああ、こういうのもやってくれるんですね。業者に頼むこともできますが、おじさんはタダなので。なるほど。とにかくこうしていろいろと問題が起きるので世話をしていく必要があるんですね。結構大変なんですね。そうですね、おじさんを派遣できない問題も起きるので、そういう時は有料ですしね。ああ、そういう。さらなる物件を手に入れるためにもリフォーム業をやって資金を稼ぎまして。え、これ船ですか。ええ、内装の改築ですね。へえ、面白いですね。ちなみにここに予算が表示されてまして、この額以内で内装をするんですが。ふむふむ。予算をケチって浮かせた分をゲット。え、とかはできません、残念ながら。ああ、よかった。いや、そうですね、残念ですね。適当に仕上げて報酬を手に入れて。はい、資金集まったので早速物件をカートしましょう。お、17万、結構増えましたね。まあ10万は銀行から借りたお金ですが。え、そうなんですか。返済で大赤字ですが、まあいいかと思って。ええ、大丈夫かな。まあその分は大家業で取り返すとしましょう。おそれでは物件を購入するんですが、これはオークションですか。ええ、なので十分な資金が必要なのです。なるほど。まずはおじさんに物件を調査してもらいまして。おじさん働かせすぎかな。人件費もゼロだし、いい人ですね。はい、オークションが始まりました。頑張って落札しましょう。で、ここでもおじさんですか。評価額5万2000ドルの物件ですが、ライバル多くて値段上がってますね。おじさんも果敢に参加してますね。まあ支持してるのは私なんですが。あ、そうですか。さあ、評価額を1万超えちゃいましたね。うん、これは厳しいかな。今回は諦めてもいいんですが、他は高いのしかないのでね。なるほど。ということで、結構オーバーしちゃったけどなんとか落札です。おお。2つ目の物件が手に入りました。これからここをリフォームしてまた誰かに貸すとしましょう。そうしましょう。結構大きな家なのかな。そうですね、ここにミッションが表示されてますし、この部屋を2人に貸すとしましょうか。そういうのもできるんですね。条件としては寝室を2つ用意することなので、寝室だった場所を2つに分割して。狭い。そしてそれぞれベッドを置けば OK かな。こんな部屋は嫌だな。まあ OK。 あ、はいはい。値段交渉ですが、いまいち高くなりませんね。部屋は大きいし家具も多いのに。ギリギリ黒字。これは微妙ですが、まあ2人に貸すミッションということで。あ、はい。まあ設定間違ってて1人に貸しちゃったわけですが。なんか補助金とかあるみたいで、一応しばらくは黒字かな。そうなんですか、よかったですが。その後もちょっとやり方分かってなくてしばらく迷走しますが。あらら。ま、ローンをたくさん組んで4つの物件を管理する大家さんになりましたよ。それはいいことなんでしょうかね。もちろん大赤字です。そんな得意げに言われましても。
その後もあの家具置いてだの寒いだのといろいろ不満を言ってくる入居者に対応して、お疲れ様です。現状大赤字で不動産王どころか借金王になっちゃってるわけですが、なるほど。まあでもなんかスラム街のレベルが上がったりしてるので、何かしらの貢献をしているのでしょう。そうですね。この辺りとかひどい感じですが、うわ、まあなんか良くなったりしていくのでしょう。ですね。はい、そういうわけで不動産屋になって遊ぶゲームザ・テナントをやってみました。結構楽しいゲームでしたね。そうですね。まあまだ物件4つだけなので、また今度続きをやっていこうかなと思います。そうですね。ちゃんと全部の物件手に入れないと。ですね。まあそういう感じで今回はここまでとしましょう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。